平野紫仕様の魅力、SNS を通じて親しみやすい動く平野に迫る。こんにちは、皆さん。今回は、日本のエンターテインメント界で注目を浴びる若手俳優、平野紫仕様に焦点を当ててみたいと思います。彼は飛部所属の俳優として多くのファンに支持され、その一挙一動がなぜここまで注目されているのかを探求してみましょう。 平野紫仕様は最近のインスタグラムリブ以下インスタライブの配信で同時視聴者数44番人を記録しました。またダンス動画も数本投稿し再生回数が高いことから彼の活動に対するファンの関心は高まる一方です。なぜ彼の喋ると踊る姿勢がこれほどまでに注目されているのでしょうか ?2 度目のインスタライブでは 平野はカジュアルなスタイルで登場し、ファンに向けてラフに話しかけました。そのリラックスした態度と突然のゲスト登場など予測不能な出来事が彼のインスタライブを特徴づけています。これにより視聴者は常に彼の動向に注目し、彼自身も驚きの瞬間を楽しむことができます。さらにインスタグラム上でのダンス動画も彼の魅力を引き立てています。 彼のダンスはスピーディーでありながら、美しさと独自のタッチがあり、ミル者を引き込みます。彼の姿勢はクールでありながら、開放的で魅力的です。これにより、ファンや視聴者は待望の姿を楽しむことができ、気分が晴れるような感覚を得ます。平野のダンスは、ミル者の心を打つ要因の一つです。 彼はダンスを通じて喜びを共有し、視聴者とアイコンタクトを取り、心を通わせます。これにより、ダンスを通じて言葉や国境の壁を越え、広大な感情を共有できる瞬間が生まれます。平野仕様の魅力は、彼の挑戦的な姿勢と同時に、フレンドリーなキャラクターでもあります。 彼の存在は男女問わず幅広い層に魅力的に移り彼の活動に期待が高まります。7月7日から2ヶ月が経ちインスタグラムを通じて彼の活動が少しずつ明らかになっています。今後彼がどのような活動を展開するのかますます注目が集まることでしょう。結論。平野仕様の魅力は 彼の親しみやすいキャラクター、驚きの瞬間、ダンスへの情熱、そして広大な感情を共有する能力にあります。彼の一挙一動はファンや視聴者を引き込み、期待を高めています。今後の彼の活動にますます注目が集まることでしょう。読者への挨拶。この記事をお読みいただき、ありがとうございます。 平野の仕様の魅力についての情報を共有できて光栄です。彼の活動を楽しみにしましょう。彼の